東京都交通局2000系電車は東京都交通局が保有していた路面電車の位置形式である。1943年から製造された木造の2000型と1951年から製造された構成の2000型がある。本記事では双方について記述する。1943年3月に早稲田車庫で発生した火災により損傷した木造の 3000系の一部を復旧、改造したもので、1943年から1946年までに14両が誕生した。改造に際し、大枠の延長、上校口の拡張、丸屋根化などの改修が行われたが、戦時中の資材不足で改造工事は思うように進まず、1945年までに8両が竣工したが、戦災で4両が失われ、 1946年に6両が、春工し10両が出揃ったところで改造は打ち切られた。その後、戦災廃車となった車両の車番穴埋めや、1951年登場の厚生2000系入線等に伴って、数回にわたり、改版が実施されるとともに、10両前車が、台車に改造を受け狂気の杉並線に転じた。1954年に2両が、 構成2000型に改造。残りの8両も1958年から翌年にかけて、順次2500型へと改造され、木造2000型は消滅した。全6 7 m m 期間の杉並専用に、1951年から1955年にかけて製造された 12m 級の中型低床ボギー車である。 木造車を交代化したものと申請者があり、2001から2024の24両が製造された。車体長や全体的なデザインは同時期に量産されていた3000型と基本的に同一であるが、全幅は41ミリメートルほど狭く車体の前後も絞られている。1963年の杉並線廃止後は、秋田市交通局や仙台市交通局への譲渡の 話もあったが、結局太平車両で 1372mm 機関用に改造され、疲労営業所などで1969年まで使用された。その際2013から2016は台車を交換している。2001から2010、1951年に西武鉄道引き継ぎ車の200系、250系、杉並線で使用されていた木造3000系。 木造4000系の交体化改造車として日本車両で製造された。台車は種車の D-10 ノルマルである。車体は3000系の1951年製と同様に側面窓の幅が従来より拡大され窓数が9個になっている。2011から20121952年に日本鉄道自動車で製造された木造3000系の交体化改造車で 外観、台車などは2001から2010と同一である。2013から2015、1953年に、何わ後期で製造された。完全申請で、前面の方向膜が大型化され、側面の床下に、スカートが付けられ、台車も D-16N に変更された。2016から2017、1954年に、日本鉄道自動車で製造された。 木造2000系の後退化改造車である。2013から2015と同様の大型方向膜と側面スカートを持つ。側面の窓数が8個に変更され、側面窓枠と上高扉が金属製になったが、台車は種ネ車の D-10N を使用した。2018から2024、1955年に、何は後期と東洋後期で製造された。 完全申請者である。7000系の予算7両分を転用して、7000型に近い仕様で製造された。窓や上高扉の配置は2016から2017と同一だが、窓がアルミサッシになり、上高扉は7000系同様に下半もガラス入りのものが使用された。前面も運転台のある中央の窓が H5 指示となり、わずかに角度を持たせるなど、 7000系の要素を取り入れたものとなっている。外反はスカートが一体化され、窓上下の帯もなくなり、塗装色も7000型と同じ緑色の濃淡ーー2色とされた。台車は軸受けが、コロ軸受けに変更された D-16 なを使用する。登場時は 1067mm 期間の杉並線専用の車両だった。1963年12月に、 次並線が廃止された後は2500型と共に 1372mm 機関用に改造されたが1965年9月まで旧車状態で保管された。復活後は三田営業所、目黒営業,営業所、広営業所、早稲田営業所で運用された。路線縮小に伴い廃車、譲渡が行われたが、 1969年10月の疲労営業所と7.3334系統、廃止により全社が廃車となった。長崎電気軌道700系長崎電気塗装の700系70032000系の最終製造グループにあたる2018から2022.2024の6両が、1969年8月に長崎電気軌道に譲渡され700型となった。 入線にあたり、九州車両で台車を 1435mm 機関用に改造したほか、ワンマン運転対応化工事、車体塗装変更などが実施された。長崎では、ワンマン運転可能な車両として重宝された一方で、在来車と比べて車体幅が狭いことから、混雑時には乗客の移動がしづらく不評で、1982年の1200系登場以降は、 日中の運用が減少した。701は1985年に、長崎電気軌動開業70周年記念として、都電時代の塗装に復元され、他社が廃車された後も、胴体保存車として車席を有していた。冷房装置が搭載されていないため定期運用につく、ことはないが、イベント時などに、臨時列車として、営業運行されていた。定期運用につく。 他の車両とともに長崎スマートカードに対応していた。701以外の5両は1990年代に順次廃車されたが、台車など一部の部品が同車の1700型に流用されている。台車を交換することなく 1067mm、1372mm、1435mm の3種類の機関の軌道上を走った珍しい車両である。しかし、 動体保存の維持管理が困難になったため2019年3月31日をもって営業運転を終了したが、同年4月1日時点で除籍はなされていない。同時に引退した150型や1050型は譲渡、保存が決定したが、統計式は車体にアスベストが含まれていることを理由に譲渡せずに解体処分とする旨が発表された。また、この他に702が、 廃車後に、大村市内の保育園に保存されていたが、閉園により解体されている。形式は同一だが、木造2000系の改造名義は2両のみ。実際には、西武鉄道引き継ぎ車は、高床車であり、書類上だけという可能性が高い。2018以降と異なり別部品を取り付けていた。このため、後年は外されてしまった。 1372mm 期間改造時に2013.2014の D16N と交換したため、最終的には2001から2014が D-10,2015 から2024までが D-16 になった。日本鉄道自動車は1954年5月に社名を東洋後期に変更した。そのため7000型は100両申請の予定だったが、 7093でストップした。改造は、大衛車両で行われた。D10ND16N は 1372mm 機関用の大車枠に、長軸の車輪を使用したものだったので、改め機自体は、車軸の交換のみで済む。杉並線廃止と同時に誤って、車両も廃車にしてしまったため、再度設計認可を取る必要が生じたことによる。 長崎電気軌動700系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。